ございます。皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは、コンフォートホテル名古屋伏見店でございます。10月の25日で日曜日、今現在8時30分を超えたところです。昨日はね、飲み明かしてそんな感じでございますが、このホテルのね、2600円で入ってるんですけど、1人2600円で入ってるんですけど、ついの部屋ね、ただでさえそれでも安いのに、これからね、朝の朝食が、それもついてるプランでして、それ付きで2600円という破格の値段なんで、ホテルの朝食なんて相当久しぶりだなと思いながら、今回はそれをねちょっと堪能していこうと思いますけども、見ておいと思います。バイキング形式、バイキングなんて久々すぎるんだよ。久々スムージー、うめえじゃん、ブルーベリー良きやこんな。ちゃんとした朝食ね、ちゃんとしてるちょ。チェックアウトが10時ということで、僕ら完全に時間は誤ってた。11時だと思ってた。10時でした。出ます。出ますすぎてました。ついに素晴らしかったですね。いやー、いいホテルだった。朝までご飯がついて、朝食付きで、いや最高だわ。実質1000円クーポンがついてたから2100円ですよ。お互い500円で引いたって。涙の別れ。ちょうどここで解散。ありがとうございました。ゆきのちゃんのオタクになって帰るらしいです。好きな女が一人。好きな女で。これが名古屋駅行って帰ります。帰ります。同じ埼玉県民なのにバラバラです。現場行くらしいです。東京戻って、東京誘われてる。恐ろしい。よく軽すぎてやばいよね。また何かの機会だ。とりあえず名古屋 CC に来るで。僕も CC 来るから。上島るかもなんだかんだ考えまたレッツゴーしますか。吉田担当観光です。観光ですよ。とりあえずいい天気だ。明太バーグ、明太バーグ、常滑行かない。そうそう、常滑行かない。あそこはいいですよ。いいでしょ。大笑いも行ったことあるけど。まさか愛知まで明太パーク行くとは思わない。指示器ついた。指示器ワイパー、ワイパー、ワイパー回るぞ。ワイパーワイパー。それでまた名古屋で、また名古屋で、また名古屋で。出口どっちやこれ。出口がそっちか。あ、行けるね。ではでは、またね。おじさんお別れです。よし、OK。さあ、おじさんと駐車場で別れるっていうね。わざわざあの3階まで上がってきてくれたけど。ということで、改めて明太パークの常滑に向かって行きます。本日はそんな予定です。カシューナッツに便乗。そうそうそう、カシューナッツさんが今明太パークの茨城の大洗に行ってると言うから、愛知県にも明太パークあんじゃんってことで、それにあやかって私らも明太パークに向かうことになって、はい、わけがわからない。愛知と茨城全く別物だけど、まあ金福さんの明太パークはね結構有名だからね。とりあえず愛知県の名古屋を一旦離脱します。まあ、また僕はちょっと名古屋駅に戻んなきゃいけないから、また名古屋に戻りますけど、今だってまだ11時ですから、軽く観光はできますよ。まだ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 ってほどじゃないけど、17時半のバスだからね、それまでに乗ってこれればな。天気がいいかな。そう、天気むっちゃくちゃいいよね。これはマジで観光日和じゃないですか。だってそう、素晴らしいと思います。こんな感じで本日も楽しんでいきたいと思います。まあ名古屋走りに気をつけながら、運転注意して。そうですよ、本当に名古屋が一番走りづらいんだから、もう怖くて怖くて。昨日だしプップップ言ってさ、追い越しもみたいさ、今度もね追い越しは。そう、怖い、超怖い。おっかに歩道側にいてもなんかちょっとビビるよね。名古屋小学には悪いですけど、ちょっとカツは食べれませんね。今日は今日はちょっとナスになります。愛知県、あの明太パーク、僕茨城の大洗なら行ったことあるけど、まさか愛知県にもある明太パークに来るとは思わなかった。これこれやった、これ取れたよ、これやった。同じのだ、同じの同じの。いや、そんなお金はかけない、ちょっとだけやりたい。久々に UFO キャッチなんかやる。どうだ、あれ狙ったけど、どうだこれ。なんかアームが取りにくい。そうなんだ、アーム弱けりゃね、すぐ落ちちゃうからね。 お
いや、この振動、振動怖い、ここで振動怖い。え、まさか、え、一発、え、またまた、え、ちょっと待ってね、これどうしたらいいの。ちょっと待って、これはちょっとずるくない。どうしたらいいの。え、これありでいいでしょ、ちょっと。え、これ店員さん100円でこれを手に入れる。別に UFO キャッチャーがうまいわけじゃないけど、このアームはね、てかこのサイズ感がちょうどいいから取りやすい。やった、一発撮りだ。まさか俺マジで一発撮りでいけないと思ってた、普通に。最高かこれ。だ、タラ、タラってことだよね、スケトウタラ。でかすぎて、でかこんなに大きい、ウルトラジャンボサイズ。でちょっとこれはご飯、ご飯も多いけど、でかすぎて草なんだが。塩漬けすることで明太子とこのつぶつぶ感、あ、塩漬けが作るからあのつぶつぶ感ができてるってことか、うん、でも美味しそうだよね、うん、これご飯にのっけたらもう神だな。いや、明太子はやっぱ米ないだね。ちょっと短いけど、でも軽くこう工場を見れるっていうのはいいね。それは無料だわ、それは無料だわって言い方おかしいけど、でも無料で見させてくれるのは。うわー、いっぱいある。お魚ソーセージ、明太子、明太子ふりかけ、あー、いいね。で、ここのフードコーナーでいろいろあるということです。ちょっと気になるものは買って食べたいですね。明太ソフトクリームと明太豚まんが来ました。豚まんまで来た。贅沢ですな、これ。明太子、超明太子だよね、それ。あ、普通に明太子の香りっていうか、それね。次回は知多半島最南端の弾み岬へ行きたいと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。